なんだ、このヒゲに触ってみたいのか。フォースストライク隊員のアリンです。よろしくお願いします。ようこそ、お席にご案内します。こちらの調査チームが敵を把握する間、ルインフォートレス駐屯地への攻撃を食い止めてくれ。クロエちゃん、準備はできたか？はい、準備できました。これからよろしくお願いします。ソウルワーカーの皆さん。何をそんなに緊張してるんだ？私はもう一人のためのオペレーターではありません。覚悟を決めて、より真摯に向き合おうと思っています。なんだ、いつも通りでいいんだよ。おならとかゲップとかしても構わないからな。え、そんな、うちはそんなん聞いたことないよ。この子とそんなに親しいと？僕もクロエのプーンが聞きたい。そんなことするわけないじゃないですか。そう、それよ。ソウルワーカーだとかどうとかやめて、あんたらしくすればいいとって。ひどいですでもこれくらい軽い気持ちで働く方がいいんじゃないか。親父ギャグをいつも耳元で聞かされながら仕事する、私よりはマシだろう。木の裏に敵の信号が多数感知されました。ラジャー、奇襲に備えろってよ。怪我しないようにエスコートしてやるから、しっかりついてこいよ。言われんでも戦うくらい自分でできるよ。ステラ、怖くなったらうちの方においで。僕を守る必要はないよ。僕が二人を守るから。三人ともすごいソウルワーカーなのに心配しすぎなのでは。あの三人はそれぞれが歴史を作ってきたが、別の世界にいたから実感が湧かないんだろう。私が余計なプレッシャーを与えてしまいましたね。あんなのが増えたところでストレス値に変化はないったいってね。これは、注意してください。前方に高エナジー反応。これは厄介な敵だな。調査チームの邪魔にならないよう先に処理するとしよう。これくらい楽勝だな。戦いたくない奴は後ろで見とけよ。映画やったらああやって先頭に立つ奴が先に死ぬとよね。
絶対死んじゃやだよ。怪我もダメ。死ぬとかありえんって。死ぬのは喧嘩を売ったあいつらの包帯。さあまとめて禁止。ようやく無知の人類を叩き起こす時が。お見守りください、空白様。半分は僕が殺すから手出ししないで。殺さないでおきましょう。人間だって空白様の子供たちよ。まだ空白様の慈愛に触れてないだけなのだから。いや、空白だってきっと全ての人間を消し去りたいに決まってる。こんな世界ならいっそソウルジャンクに取って代わればいいんだ。こちらのチームは雪山に潜伏する敵を処理し、駐屯地を防衛する。潜伏した敵の位置は都度報告します。注意しつつ進行しましょう。そんな面倒なやり方じゃなくてよくないか。目に入ったら皆殺し。これでどうだ。うん、僕たち3人なら無敵だね。何も心配しなくていいよ。うん、そうですね。ソウルワーカーがこれだけいるのに今さら心配なんて。あ、クロエまた落ち込んどる。でもまあ、これだけ戦力差があれば奇襲も何も無駄ってのは事実だな。的な殺戮に等しいかな。ああ、私が言いたかったのはこれだけ心強い仲間がいるから心配する必要はないってことです。落ち込んでいるわけではありません。心配しないでください。アーウィン、あんたのせいよ。ちょっと言い過ぎたかな。本当に私は大丈夫ですから。クロエ、かわいそう。行くぞ。もう、我慢なんて。ふっ、飛びな。Oh!
処理してください。おい、落ち込んでるじゃねえか。それか、ごめんなさい。皆さんにとって危険な相手ではありませんので。中に一人で落ち込んじゃって、今後は気をつけます。なんであんたが謝ると。悪いのはこっちの方よ。非は認めるよ。今回は俺が無神経だった。いいえ、アーミンさんは悪くありません。私の力不足のせいで本当にすみません。ああ、こんなことまで言いたくなかったのに。まあ仲間が増えたのは確かやけど、でもやっぱり一番はクロエ、あんたよ。記憶をなくして目を覚ました時から一緒やったもんね。うちのこと本気で心配してくれたのもあんたしかおらんかったし。そうなんですね。あはは。落ち込むなよクロエちゃん。偶然とはいえこれだけ多くのソウルワーカーを担当するのは歴史上君しかいないんだから、混乱するのは当たり前だ。誰だってそうなる。だがこの状況になれればきっと前例のない伝説のオペレーターになれるさ。わかりました。怪しい通信を確認。敵からのものです。直接連絡をしてきたようだな。内部情報が漏れない範囲で通信をつなげてくれるか。あ、はい、とにかくつなげてみますね。皆さんこんにちは。甘い女性の声、どんなお顔か拝見したいものだ。あなたたちはすべて空白様の子供になるためにここに来たのね。ああ、そっち系か。悪いがお断りだ。そうなる予定は全くなし。この声、あんたレルペンヌだろ。私は初めてですが、どこかでお会いしたかしら。アービも見たの？僕も幻の中で見たよ。ああ、あの女のこと？テネブリスのことが好きなんじゃなかったっけ？テネブリス。ああ、あの男のことですか。彼は空白様の寵愛を受け、偉大な歴史を拡張させる準備に取り掛かっているの。どれほど大きくて美しい怪物が生まれるのか、楽しみで仕方がないわ。まあ、普通じゃないとは思っとったけどさ。さあ、あなたたちの相手は私よ。こちらに来て、せいぜいあがいてみせなさい。世界を空白の闇に染める前に楽しい思い出をいただいていくわ。飛びな！
記録では特に問題なさそうやったのに、何があったとかいなね。あれ、記録ではまともだったんだけどな。あまり悪く言わないで、友達になれるかもしれないんだから。あの女も空白信仰教団の一員だろうな。奴らのうち、一人として正気なのはいなかった。それは違うわね。正気じゃないのはあなたたちの方よ。あ、そう？こう見えても最近は常識人になったと思うっちゃけど。それはあなた方の無知がそうさせているのよ。もうすぐこの世界が変化するというのに、より多くの人々が空白様の加護を受け、より多くの人々が空白様の内部に取り込まれる。空白様を認めない人々は淘汰され、多くの人々が空白様を受け入れるようになるわ。そうなると、あなたたちが信じる常識こそが誤りとなる。空白様こそが世界の基準となるのよ。多数決による暴力ってわけか。あんたらの考えは大体察しがつくよ。相手の意見をひねりつぶすって考え方は楽よね。それが間違ったことっていうのにもなかなか気づけんし。話し合いなど無駄。空白様の規律に従って戦うことだけが残された唯一の答えなのです。そろそろ教えてもいいかな。君たちの目的は敵との交戦ではない。敵の逃走路を襲撃するんだ。やっぱりおっさんも逃げると思ってたんだな。どうにも時間を稼いでるように思えてな。あの女にしても本気でソウルワーカーに襲いかかるとは考えにくい。ということで、君たちは身を潜めて逃走路であの女を捕らえてくれ。頼んだぞ。隠れるのは性に合わんけど、とにかく分かった。やった。
たちがレルペンヌとの戦闘を開始しました。今のところ逃げる気配はなさそうですね。本気で戦いはしないだろう。向こうも犬死には避けたいだろうしな。各自別の位置にて待機。詳細位置はクロエちゃんが誘導してくれ。はい、3人に座標を送信します。オッケー、俺はあっちな。あんたらも座標は受け取ったよな。そうだね、あっちにまっすぐ行く。いや、そっちじゃなくてこっちね。うちもそろそろ行くけん、2人とも怪我せんようにね。なかったら黙ってついてき、面倒お子さんで。ここまで捕まるわけにはいかない。空白様が歴史に君臨するその日まで。お疲れ様でした。これで少しは状況が良くなるだろう。